岐阜県では15日、新たに130人に新型コロナウイルへの感染が確認されました。大学の運動部な新たに4つのクラスターが認定されました。肝が確認されたのは0歳児から90代までの130人です。岡県では新たに4つのクラスターが発生して、で、この内大垣市の大学の運動部で12人の肝が確認されました。また、 中津川市の大学の運部でも6人の感染が確認され、8月10日に県内の等に参加した関係者で感染が広がったというとです。この運動部ではこれまでに2度クラスが発生していて県は16日、関係者39人を検査すことにしています。運動部での感染拡大がそう具状況を受け、県は体調が悪い場合は、 練習に貸しないようお願いしたいとしています。他にも、8月4日に、県内の河川敷でバーベキューをして感染した4人や、大垣市で食事をして感、した、家族7人をそれぞれクラスターに認定しています。岐阜県の病床使用率は14日時点で41.5%で、10、ものは4人となっています。<music>